ック VS ビッグバード、いってみましょう。お願いします。さあ、3日間にわたって行われたエボ2024、いよいよラストマッチ。今年の決勝はビッグバード対するファンク。ファンクの投げからスタート。とにかく差し返しの精度高かったです。こちらがおカーブを奪う大キックから、さあラストパリー。これがエボの決勝戦。さあ攻め続けるな、ファンク一旦様子見て、その間ビッグバードが攻め立てる。入れ替えます。お、あれ、さあここで初のファンクを奪われ、珍しいぞこれ。そうですね。サービス始め、ビッグバードは攻め切って、最後はスーパーラシードキック。おっと SRK ちょっと差し返しミスが出たぞ、ね、出ましたね。むしろビッグバードがっていうね、はいはい、差し返しのシーンが目立ちます。さあファンクといえど、このエボのタイトル緊張感もあるか。さあこれ抜けてラシードらしく入れ替わる。ジャックからアローにつなぐ、下京。さあ数多く触っているのはビッグバード。さあチラシのラッシュ投げはない。一旦引きます、様子を見る。なんかボタン押し回数増えましたね。はい、さあ投げて、さあビッグバードは本人動きがない。ここはしっかり繋いで2回からアロー、そしてスピンドライブスマッシャー。まだ残る、うずー、ディビスタンズ、これサイクルぞこれ。さあ、リクリイーサル、バリア、バリア逆転狙う。お互いどんどんと削りに行く、しのいだ、次次次ファン残っている。しかしこの切り返し、うわー、スーパーラシードキックを打ち返した。体力もそしてファンクの心も砕く、うーわー、見事なリーサルでした。また格闘漫画みたいなのが起きた。超暗転返ししたな。まずは1本ビッグバードの先行です。まあ、どっちもね SH だし、けど高橋の方は基本的には有利なんで ね。さあこれでビッグバードの選手から、さあ当然ルーザーズからの勝ち上がり、アドバンテージはパンクにあります。さあお互い差し返しを狙うので動くか、上から来る。ドライブゲージ回復させたくないからね、はい、触りきますよね。さあパンクの、ただゲージ回復する、触りきたところを返してますね。さあそして使い切ってリバーサル、いやでも壁端には閉じ込めておく。あーシービックバード、ちょっとなんかパンクが押されてますね。押されてるし動き違いますね。これ結構緊張出てるかもしれないですこれ、はい。さあここは SL ワンバルつないで一気に画面端にスピンドライブしました。投げてもう一回、次は一旦引いた、様子を見た。かなり無敵技も打ってきているというビッグバード。さあここつないでアローから最後まで壁端、これで1対1。ちょっと差し返しでどうこうっていう展開がそんなないんですよ ね。さっきビッグバードが苦しめられた展開があんまり起きてない、はい。うわ、うん、うわ危ない。さあ大キック、さあ人の押し込んだタイミング、もう一押しのユーサル、パリですぐ立ち残ってるかな。まだあるぞ、投げてこれはどうしていく。無敵技が必要だが、その後はおお安くすんだ、すみましたね。ビッグバードもよくガードしてたが落とす。さあこれは抜けている、自分は無敵技を通す、そして相手のはガードする。これだいぶ精神的にくるやつですね。ビッグバード2連取です。リセットまであと1本、このユーサールはでもだいぶなんか噛み合いましたね、はい、さあパンクは画面端を継続したい。さあこれはバナと、うん、してでも壁端に追い上がった。おお、でかいインパクトを兼ね合い。さあしっかり KO まで、うわ美味しかった。
うまい、ジャスマリー取り返す OD のアロー、さらには S1 で画面端投げていく、かなり画面端意識してそうですね、これパンク側。そうですね、まあもちろんやっぱり画面端の方が当然攻めが強くなるので、S1 はね、かなり対応してる決勝戦。おお、なるほど、ロックするんで消えますね。はい、さあこれは SS キラビスピンでユーサーを消した。待ってる、ファンアウト、あっ、マジ、うわー、素晴らしいの、カバンテイター、すごいな、スーパーラシードキック置き大きい、すごいな。さあこれでビッグバードリセットまでのマッチポイント、シュナ投げている、小刻みはもう一回、まだ来そう、さすがにオーディストライク、投げを狩るような動きでしたが、まだ壁端はパンク、いた、引いた、これは大きなパニカンの入れ替え投げ、うわ、なんか投げた、なんだそれ、うん、はい、はい、さあ差し込んでダメージが伸びる、もう一回下側から、もう一回、さあここはバーンアウトしてでも画面端、前進む、出したくない、うわー、さあそしてここでユーサール、我慢してこれだよ、さあこれでリセット、大きく息をついたらビッグバード、パンクはちらつく2017年のあの時戸とのリセット、確かに、いやー、だいぶパンクが攻め急いでるというか、はい、崩しにかかってるんですけど、今ビッグバードがやっぱりディフェンスも、まあ、いつも通り落ち着いてますよね、はい、さあパンクはこの大会ずっとウィナーズ街道でしたが、実質敗れました、1本取られてリセットの第1ラウンド、落ち出す、さあオーディレイで変わる、あの格ゲーの大会見るようになって、はい、リセットかかったから、これやっぱルーザーズの人がこのままの勢いで行くんかなと思ったら、だからそこから嘘みたいにウィナーズの人が勝つみたいな、はいはいはい、ありますよね、あるから、ね、全然わかんないんじゃないですか、わかんないですね、さあ中央のインパクトに対してそれを返してからの展開、ユーサールが攻めてくる、削りがやばい、どんどん削っていく、しかしこれはスピードが落ちました、足りないかな、まだ足りない、さあバンダットパンク、危ない危ない、体力危ないぞ、どうするの、もう一度スピンドを見せました、意地を見せた、笑顔が見えた、さすがに差し返しではないと思います、さすがに出しましたね、触られるよりはって感じで、この決勝で2人楽しそうにプレーをしていました、中盤、さあラッシュから、これはオーディストライク、したよ、前出る、うん、通常のストライクで踏む、入れ替えて、しっかり反撃、おっと、熱い熱い、これは大きなチャンスだね、上からいく、あ、打ち、あ、打ち、まだあれ、ラッシュから投げが通る、あとワンタッチ投げるよ、もう一回、さあリセットかかってパンクが取りました、1対0、これで1セット初かな、今そうですね、あ、そうですよね、3-0 でしたね、1本目が、さあ少し調子上がってきたか、はい、さあここも壁端なんで、うわ、上がってますね、最後に入ってる、さあラッシュからもう一回つなぐ、はい、はい、そしてスピンドライブスマッシャー、リーサル、これリーサル、パーフェクト、素晴らしいリーサル判断でした、悲願の初優勝なるかパンク、はい、ストレッキン出して投げ、前に来る、投げからワール、
これをしっかり強で対空、さらにユサル、ここはどう攻めるか。いやこれは大きなロッカー、これ高くなる、これまだ続けますね、これ。いやまだパーフェクト P 返し、 P 返しですね。さあビッグバード1対1のタイトできるか。さあ頑張ったパニカンだった。攻め続ける投げ、うまい。さあここはオーディストライクから、さあゲージは戻ってきた。ビッグバードこれでさらに戻る上から、これが強いキャノンストライク、入れ替えが激しい。さあこれは入れ替えを許してしまう、入れ替え合戦止めた、押してる。バード、さあ待って最後の一は入らない。さあこれは体育が出る、スーパーラッシュキック一発持ってますからね。これ投げていく、はい、あでもこれ距離取っちゃうとまずい、やばい。あーここはバッタッタッタッ。さあ逆転のユサルになるのか。ユサルがそもそも入っている。いやその場受け身読みでしたね、裏回る距離。なるほど、これで1対1。さあ王手を取るのはどちらか、優勝まであと2セット。うわーガードだ。さあローガードしてそのまま入れ替え、大きなコンボも入れていく。さあコパンから投げ、うわー、いやーこれオープンで、おい置いてる置いてる、パンクとどうしたどうした、おい、ちょっと結構チェックってるぞ、いつものパンクじゃないか、どうした。正確無比な差し返しから、いやー最後は中キック、ちょっと良すぎましたね、めちゃくちゃシャガチ押すじゃん、ね、かわいい全然差し返した、当たれ当たれ相手の見て差し返していましたが、さあチュアシラシから入れ替え投げになる、上からストライク、かなり自分から技を振っている、うん、さあ投げを刈られる、上からグッ、おい打つ、さあこれはオディストライク、ビッグバードはここサーンとさせに行くんじゃないか。おさあこれもオディスパイク、ただバード近いぞ、前に行く、うん、ラストに行く、 OK、 これで、はい、これは伸びていく、ユサール、まだ攻めの時間を続けるビッグバード、ここしのがないけど、おー、入れ替え投げ、うまい、これはまかわした、なんだそれ無理やり、なんだそれ、当たっていればなんでも OK 感性残ってましたねさあ1対1、あやっちゃうんだそれ、このラウンド取れば王手、激しい世界一が見えます。おいしょー、オーディストライクから上つないで投げて、あ当てせる、積極的に振っていく。さあカモシャンガチューからを使う、いい判断です、デルタレッドアサルトまで体力で大きなリードを奪いに行くパンク、これで投げも捨てられ投げかな、中足らしとかがだいぶプレッシャーっすよ、そうですね、うん、勝負に行くしかない、これはねガードされてても投げ捨てられないんで、だいぶ有利な中足ラッシュなん で、 そうです、ね、はい、いい判断でしたね、さ あ、 さあここでパンクが右手を上げました、ちょっと待ったタイム、相模中盤連打はそういうことか、ヘッドセット指してましたけどね、あちょっとヘッドセットに問題あるでしょうか、まあ、ちょっと我々も情報を待ちます、うん、そうですね、はい、とはいえさあこれで2対1でパンクが優勝に王手、そうですね、念願の悲願の、まあ、結構パンクが、ボタンを押す回数が増えてて、ね、まあ、そこをビッグバード側の方が差し返しているという状況なんですよね、だいぶそこでダメージを稼がれてる、はいはい、ですけど、まあ、ただパンクも、しっかりこの押してる場面と、はい、その自分がターンを取った時の攻めのタクっていうところのバランスでいうと、うん、まあ、押して相手に当たった時にだいぶその攻めのタクは通せてるんで、うん、まあ、ちょっと
だいぶさっきよりはアグレッシブだなというふうに画面上では見えるんですけれども、まあでもだいぶそれは通ってるんで変えましたかね。さあ始まりました。ぬるっときたな、ぬるっと。もうでもインターバルの時コールがすごかったですね。USA コールがね、ありましたね。すごかったですね。オブならではです。アメリカのファンク。さあただここはインパクトで止まらないビッグバード。フォレスト6うまいやつの動きっすね。強い動きですね。こういうところでこういうの通してくる。さあただここはしっかり降りて返してくる。確かに。うわお、激しい。お互いバンナーと。やばい、ちょっと手が止まらない。あ、うまっ。ただこれはカウンターキックとなっている。どう、動いてます。動いてます。さあビッグバードしっかり空を待って一本取りました。さあオディミキサー抜けている。中央で投げて、そう差し返し。ファンクらしさが戻ったか。優勝まであと1本。あーっと飛びから投げ る, するそして追い込んでユーザーで飛んできた。結構上も通ってるぞ。今来た、投げ、もう1回投げている。ここユーザーが来る。さあローネなんとか返してほぼ互角。チュアシラッシュ、うん、こちらが取り返す。あと1点。追いついたのはビッグバード。フルセットかい。やはり一筋縄ではいきません。エボの優勝というタイトル、勝てば共に初優勝、共にこの決勝で敗れている。もう2セットぐらいパリ見てねえぞ。エボの決勝だと前々ですごいぞ。もうお互いさあオディミキサからスタート。ラストパリ入れ替え。これを聞いて一旦落ち着いたかこれ。うん、あのから壁挟んでコメラ入る。わお、ガードしてる。前出る、うまい。さあストライク、よしよし。バーンアウト同等。そしてスピンドライブスマッシャー。ビッグアウト危ないぞ。もうバーンさせにいってますね。そうですね、上に触りってるんですけど、なんとかここ大気で耐えて、あ、いった。投げ、抜け、当ててます。攻めるんだそこ。うわいい下がり、いい下がり。バックアウト1本、おいい下がり。トーナメントポイント、うん、運動すんのガード、パリー連れてガード投げ、パリーでかわしたが、ダメージ。パレクゲージはありません。投げで続いていく。これで1本、もう1回触れるか。あー、ラッシュが止まらない。投げで触る、飛んでる、冷静。さあラッシュが、これはパーフェクト。これはフルセット、フルラウンド。さあ次を取れば優勝。パンクかビッグバードか。アングリーバードに続けるのかビッグバード。うん、投げが入る。会場のボルテージもマックスだ。早めのユーサル、中段だけはまずいぞ。裏を取って、まだある、まだある。ユーサルで押し込んだ。投げ2つか、投げ2回。ただ体力的には大きなリードになった。おっと、上から来る。勇気を持った選択。はい、下気を伝えている。もう1回、はい、ゲージャー立った。ここはコンボ最大。しかもない。さあ、といって、あー、中段、中段、このまま、純国殺に泣いた決勝から早7年、いやパンクエボリューション初優勝となりました。